まずはじめ登場は青コーナー牧ジム沖縄国広選手の登場です。中央で、ブレッキングポーズをお願いいたします。テーブルの前でお願いいたします。牧ジム沖縄所属国広選手、明日のトリプルメガネットの第2試合に使用いたします。はい、どうぞご自宅ください。そして赤コーナーから登場します、ブッチビート寺戸信親選手の登場です。ではテーブルの前で、はい、撮影にご協力ください。ありがとうございます。皆さんトリプルメガネットの第2試合はスーパーバンタム級3分5ラウンド寺戸信親対国広のカードで行われます。それでは両選手とも先ほどの計量を1回でクリアしております。まずは国広選手から、現在のお気持ち、明日への意気込みをお聞かせください。マイク、全て入ってますのでそのままお願いします。まず、明日のゾーンに出れることで、小林さんにすごく感謝したいと思います。で、明日の試合に勝つために頑張ってきました。誰かのみは僕が挑戦する立場だと思うので、まあ、何一つ試合もないです。全力で打ち上げます。ありがとうございます。それでは寺戸選手お願いします。まあ、明日は、5年ぶりのこの肘ありのキックルールということで、まあ、自分の中ですごく楽しみだしワクワクしています。早く試合がしたいので試合が待ち遠しいですね。ありがとうございます。それでは小林聡 GM、この試合の見どころについてお願いします。この試合も先ほどと一緒で、自分が見たいとこなしてもらいました。沖縄の選手にぜひ、いつも熱い戦いキックオフシングの熱い戦いをしているので、ぜひ、なんていうんですかね、そうですね、主力選手を戦いしたいと思ったので、国広選手は、寺戸選手で熱い試合にする選手なんで、沖縄を背負って、ぶつかってくれると思います。またね、寺戸も、向かって来る選手には、それ以上のものを返す熱い戦いをいつも見せてもらっているので、いい試合だと思います。期待してください。はい、それでは、記者の皆さんから、ご質問いただければと思います。両選手にお願いいたします。では、お願いします。国広選手、まあ、キャリアでは、差がありますけれども、まあ、どういう部分が一番その、まあ、警戒というか、相手の強さであって、で、まあ、自分はどう向かっていこうとしているかというところを教えます。はい、国広選手お願いします。で、寺田選手への映像とかを見ると攻撃力がすごくある選手なので、そうですね、あと圧力とかにもそういったものにも負けないように、で、僕はキックボクシングルールでずっとやってきて、まあ、肘とか首相撲は比較的好きなんですけど、まあ、そういった部分も織り交ぜて、うまく対抗できればいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。続いていかがでしょうか。お願いします。寺田選手にお伺いしたんですけども、その5年ぶりのキックルールで楽しみが分かったということでしたけども、まあ、どんなところが、ね、楽しみでワクワクしているのか、ちょっと具体的に。そうですね、この試合に向けて、まあ、肘もしっかり練習してきたんで、まあ、その肘が出せるっていうのがいいですよね。まあ、今まで練習とかでもなかなか、ね、スパーリングとかあんなのは出す機会もなかなかないので、まあ、今回試合で肘
続いていかがでしょうか。はい、お願いします。国広選手に質問なんですけども、まあ、このゾーンの旗揚げ戦 でトリプルメインというポジションで、ビッグネームとの対戦になりましたけども、試合が決まった時の気持ちというのはいかがでしたでしょうか。はい、お願いします。いや、特に試合が決まった時の気持ちはなかったんです、特別なかったんですけど、相手が寺田選手って聞いた時に、まあ、すごく、はい、全力でぶち当たれるなと思って、すごく嬉しかったです。はい、続いていかがでしょうか。はい、お願いします。すみません、寺田選手に質問なんですけども、先日の公開練習で、この5年間クラッシュでやってきたことも見つけたいというお話でしたけども、キック界というかキックボクシングの世界からちょっと離れたところでクラッシュでやってきたところで得たものだったり培ったものがお客さんに見せたいものというのは何かあればお願いします。そうですね、クラッシュだと、まあ、首相撲も肘もないですけど、まあ、本当スピーディーなアグレッシブな試合をずっとやってきたんで、まあ、それプラスアルファ今回肘があるということで、まあ、自分の中でやっぱりスピードも生かしながら、もう肘とかも織り交ぜながら、しっかりこの格闘技キックボクシング、そうですね、この立ち技を、まあ、しっかり盛り上げれるように、すべてを見せて勝ちたいなと思います。はい、ありがとうございます。続いていかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、では、最後のコメントいただきます。明日、会場にお越しいただく、皆さんに向けた、メッセージを両選手からお願いしたいと思います。まずは国広選手、お願いします。まあ、東京でやるときはもうアウェイなんですけど、完全に、まあ、東京から遠く離れた地方という沖縄にも本物のキックボクサーがいるということを証明できるように頑張ります。ありがとうございます。それでは寺尾選手、お願いします。まあ、対戦相手の、まあ、国広選手、まあ、ガンガン来ると思うので、まあ、激戦になるんじゃないかなと思います。まあ、その中で、最高に、まあ、お客さんを盛り上げるのは、まあ、どういう結果が一番いいかは自分が倒して勝つということだと、まあ、自分で分かっているので、まあ、それを実行するだけです。ありがとうございます。両選手のコメントは以上とさせていただきます。それでは、もう一度、テーブルの前で両選手合わせて写真撮影をお願いいたします。中央に寄ってファイティングポーズをお願いします。ありがとうございました。寺田信親選手、国広選手の会見でした。